第29回全日本新人王王座決定戦、ジュニアフライ級倉持忠と戸口平信の6回戦であります。第5ラウンドに入りました。原田さん、ここまで両者、はい、本当に素晴らしい打ち合いですね。そうですね、ちょっとでも倉持君いいところあるんですけどですね、下がりすぎますね。あ、そうですか。はい、やはり自分のですねボクシング当たりましたらですね、なかなか入っていったのはね、はい、入っていいですね。こういう下がってばっかりいますとね、相手にですね、はい、やっぱりそういうなんですか、気持ちの上でねやっぱり余裕を与えしますよね。アッパーから左、大きな右のフックは空振りです。左です。右のフック、戸口、やはり原田さん、下がりながらのパンチというのはそれだけ威力は半減するものなんですか。いや、下がりながら打てる人もいますよ。うまくカウンター取れる人もね。あ、なるほど。これはうまく入ればいいんですけどもね、はい、やはり左をですね、決まったついて連携を決めるというのはやっぱりいいですね。だからよく戸口君も、戸口君入ってくるように倉持君もですね、はい、バックステップで打ってますね、はい、あれはやっぱりカウンターに入ればやっぱりそれで来ますよ。あ、そうです、はい、右のストレートです。この強烈な右のストレートで東日本の決勝戦では1ラウンドに KO をしております倉持。ちょっと今日の倉持君はですね、はい、ストレートも打ってもですね、やっぱり戸口に打たれたんですから、ね、下向きますね。だからワンツーの打ち方もですね、はい、なんか毎回のようになってますね。パンチはそう効かないんじゃないかと思いますよ、はい、なんかボディ打たれてるから嫌な感じを受けるみたいですね。あ、なるほどね、両者ともだいぶ顔面が赤く染まってまいりました。左が倉持、今向こう側になりましたのが戸口、背の低い方が戸口であります。左のジャブは相打ちです。第5ラウンド、ワンツー、倉持のワンツー、左を返した、右ロック、右のアッパーを打ち返します。戸口、右のストレート、ちょっと今日の倉持君は力が入りますね、力んでるみたいですね。第5ラウンドが終了いたしました。全日本新人王王座決定戦のジュニアフライ級もラストラウンドに入りました。こちら側が倉持、門海老ジム所属、21歳であります。こちら側、三和津田ジム所属の戸口平信、22歳。いよいよ最終ラウンドです。右のストレート、ここまで原田さん、はい、両者とも打ち合っていい試合になりましたね。そうですね、もう少しですね、戸口君もですねちょっと手数も出してもらいたいなと思いますね、はい、そういえば第2ラウンドに非常に、第1ラウンド第2ラウンドと芦澤さん、この倉持が非常にいいペースでしたよね。そうですね、2ラウンドの最後にね、はい、もうダウン寸前に追い詰めたから3ラウンドあたりにひょっとしたらと思ったんですけど、そうですね、戸口もよく頑張りました。いよいよ最終ラウンドにもつれ込んでおります。最終ラウンド激しい打ち合いが期待したい。左のフックです。倉持、ワンツー、ワンツーから左返した、右ラッパー、おっと、倉持来た、効いている、効いている、右のストレートが、右のストレート、倉持が攻めます、倉持が攻める、倉持が攻める、追い詰めます。原田さん、これは効きましたね。チャンスですね、ここですね、もう少しよく言いますと下打ちたいですね。ボディ、顔面ばっかですからね、はい、ボディから顔面を狙いたいところ、ワンツー、右のストレート、戸口も懸命に立っている。
最終ラウンド倉持がチャンスであります。これ1ラウンドですからね、両者もっと激しく打ち合ってもらいたいですね。そうですね、どちらかというと一発ではなく連打で倒す倉持であります。左のジャブを出します。戸口もだいぶ打たれて苦しいでしょうが本当に頑張ります。前に出ます。右のフックを打ちました戸口。ワンツー倉持、倉持の一方的なペースですけどもね、はい、相手もよく頑張っているでしょう、はい、やっぱり西の方の力がついてきてるっていう証拠ですよね。ワンツーです。右のフック戸口、もう残り時間はあまりありません。30秒は切っております。右のストレート、もう残り時間はほとんどない。ジュニアフライ級の新人王決定戦、ここでゴングです。ここでゴング、原田さんいかがですか。そうですね、やはり最後までですね、戸口君がですね、倉持君の足とスピードについていけなかったですね、はあ、はい、そうすると判定で倉持、僕の採点では倉持君ですね。芦田さんいかがですか。もう文句なしに倉持ですね、はい、勝ったのはね。でも戸口君の頑張りでもって非常に面白い試合になったと思いますね。あ、この連打ですね、今スロービデオでご覧いただいております。あ、倉持が勝ちました。判定で倉持が第29回の全日本新人王ジュニアフライ級のチャンピオンとなりました。原田さん、はい、やはりこの倉持の先ほど原田さんからもお話がありましたスピードとそしてテクニックに戸口が最後まで、まあ、自分のペースでできなかったということでしょうか。そうですね、でもですね、はい、やはり非常にやっぱりいい経験じゃないかなと思いますよ、はい、やはり新人王ですね、こういうやっぱり新人王出てですね、やはりこれで負けやめていく人もいるし勝ってるそのままチャンピオンになる人もいるしね、はい、やはりこのやっぱりその新人王に備えたっていう気持ちをね忘れずにやっぱり一生懸命頑張ってもらいたいと思いますよ。ジュニアフライ級の新人王は角海老ジムの倉持忠選手に決まりました。全日本新人王王座決定戦フライ級の榊原隆金子ジムと中部日本から中日ジムの森本智之の6回戦であります。赤コーナーの榊原金子会長が話しておりますが、あ、これが榊原のお母さんだそうです。放送席久保田さん、はい、お母さんはね、はい、今日が2回目この後楽園ホール見に来たそうです。あ、そうですか。本人がねやりたいことは、どんどんとことんやってみなさいとそういう激励を今日送ったそうです。はい、そのお母さんの声援に応えることができるかどうか。お母さんがそういう風に激励してくると心強いですね。そうですね、やっぱり本来僕らの時のその親たちに黙って隠れてやってましたよね。そうですか。クリンチの状態です。ワンツーを見せましたが空振り、ボディーブロー、ボディーから顔面、金子会長が心配そうに見つめておりました。左のフックです。
原田さん、はい、第1ラウンドあたりから比べますと森本が足を使ってアウトボクシングを見る、そうですね、するようになりましたね。非常に森本君のいいところはですね、はい、やはり離れてもやっぱり自分から先に手を出してるんですね。今のカウンターですね。坂木からもいいカウンターであります。ボディからアッパーを突き上げました森本。聞くところによりますと、須田さん、はい、なんか2月の26日あたりですか、38度ぐらいの森本選手熱を出したということなんですね。あ、そうですか、それは知らなかったですけどもね。その辺を小田会長がだいぶ心配してるんですね。右のストレート、はい、原田さん、カウンター気味ですか。そうですね、小田会長が言うように打った時にやっぱり下がってますからですね、はい、入り側にちょっと来ましたね、右のストレートは。さあ、チャンスです。フライノックから右、しかし右のストレートを返しました。ショートフック第3ラウンドチャンスでやります。左の大きなフック手でガードしております坂木原。第3ラウンドが終了いたしました。第3ラウンド素晴らしい右のカウンターでダウンを奪いました坂木原。やはりこういうところはうまさが目立ちますね。そうですね、やはり相手をですね打ってきたところをですね、はい、ちょっとバックステップして右のストレートを打つとかですね。でやっぱり森本君、会長が言うように、小田会長が言うように、やっぱり打った後のディフェンスが悪いですからね、はい、ガードがやはり下がってしまう。芦田、ね、はい、さん、今ご覧になって、はい、やはりそのガード下がってましたね。そうですね、僕はだけどね、はい、そのガードの点はともかくとして、はい、森本はね、はい、まあ、熱も出したらしいんですけど、カレンダリーにはベストの状態で今日リングに上がってるんじゃないかと思いますよ。あ、なるほどね。いよいよ最終ラウンド、最終ラウンドのゴングが鳴りました。原田さん、はい、3ラウンドあたりから坂木原選手のカウンター攻撃が冴えてますね。そうですね、どうしても森本君もですね、はい、疲れてきたのか分かりませんけど大分になってきましたからね、はい、やはり坂木原君が目がいいですからね、はい、接近戦から離れ際左の小さいフックです坂木原。左のフック2発です。ワンツーを見せました。右のボディアッパー坂木原。芦澤さん、はい、ラウンドが中盤に近づくにつれて坂木原のボディ攻撃が目立ってきたんじゃないですか。そうですね、まあそれもいいんですけどね、はい、やっぱり坂木原君の持ち味は中間距離のからのワンツーだと思うんですよね。あ、そういう綺麗なボクシングを本当に見せてほしい。あ、なるほど ね、はい、右のストレートを振るってくる森本、それをかわしながら左のボディ、左のフック、左のフック、奥右のフック、左右のフックが決まっている坂木原。うまく接近戦からアッパーを突き上げています。最終ラウンドです。しかし森本も頑張ります。いや、しかし頑張ってますね、本当に頑張ってますね、はいはいはい、打ち返します、左のフックから右のフック、アッパーを突き上げます森本。右から左、原田さん、だいぶ両者ともくたびれてるんでしょうね。そうですね、やはりここで歯を切ることも勝ちますね、はい、もちろんリードは先ほどもしてますからね、はい、ちょっともう一つ盛り上がってほしいですね。そうですね、打った後ちょっとバランスを崩しました坂木原であります。
残りは30秒を切りました。最終ラウンド30秒を切っています。判定での上ではここまでやや榊原有利に試合が進んでおります。ワンツー、しかしこれは空振り。左のフックです。榊原、もう残り時間はほとんどありません。最終ラウンド終了いたしました。フライ級の全日本新人王王座決定戦、金子ジグの榊原と中日ジムの森本の対戦でありました。原田さん、はい、まあ、判定で言いますとやはり榊原の方がやや有利ですか。そうですね、僕の採点は榊原君ですね。ああ、そうですか、はい、判定を待ちましょう。やはり榊原が判定勝ちであります。東日本がジュニアフライ級フライ級と2階級新人王を獲得いたしました。感想を伺いたいと思いますが、原田さん、はい、この榊原と森本の対戦いかがですか。ご覧になりました。非常にですね、はい、先ほど足田さんに言われたように榊原君本当に綺麗なボクシングを見たかったんですけど、やはり森本君がですね、最後までやっぱり頑張ったということですね。最後までやっぱり歌いながらも手を出してましたからね、はい、だから一方的なペースにならなかったと思いますね。中部日本からただ一人の足田さん、森本選手参加なんですよね、僕もその点でね、森本君の負けたとはいえね、はい、頑張った点を認めてあげたいと思いますね、はい、フライ級の全日本新人王王座決定戦、フライ級はこの榊原に決まりました。ジュニアバンタム級競泳ジムの丸尾忠と小倉高橋ジム南光一の対戦です。足澤さん、はい、この青コーナーから登場いたします南ですが、非常に変わった経歴といいますかね、国鉄小倉工場に勤めているそうですね、まあ、本人は退職するつもりだったらしいんですけどね、上司の人に、まあ、そこまでしなくてもね、はい、まあ、勤務外のスポーツだったら構わないんじゃないかということで思い直したそうですよ。あ、そうですか、第1ラウンドが始まりました。白いトランクスに赤いサイドラインが入っております。今左側丸尾であります、競泳ジムの丸尾、そして紺のトランクスに白いサイドラインが小倉高橋ジムの南光一です。丸尾の右の2発、第1ラウンドから両者打ち合います。丸尾のキレのいい右のフックでした。右は威力は伝わってきますけども、はい、今のところまだちょっと力が入りすぎているせいか命中率がね、肩に力が入ってますか、今一つですね。でも確かにすごい威力は感じますね。そうですね、ただこの宮野君の面白いのはですね、はい、その面白いというか、いいところはファイターで手数の多い、はい、スタミナもありますからね、非常にパンチのある選手は 1,2 回というのはいいんだけど、倒せない場合にですね、逆に考えた場合、これがまたスタミナで手数の多い人というのは、ね、追い込んできますからね。あ、なるほどね、はい、そうしますと原田さん、はい、この丸尾のパンチを南がどう防いで中盤につなげるかというところが試合の焦点になりそうですね。大体案内そのパンチのある人は早い回で倒すパンチは最高に素晴らしいけども、倒せなくて後半持ち続けるというのはお互いにもだらしない試合になりますからね、そういう傾向がありますよ。なるほど、まあ必ずしも丸尾がそうじゃないと思いますけどね、まあこの試合に備えてお互いに両選手ともね、もう目いっぱいの練習もしてきてますからね。その辺のところ西条トレーナーは丸尾はスタミナは十分心配ないというふうに試合前に話しておりました。たぶんにパンチの人はパンチに頼っちゃうからどうしてもね、なるほどね、練習の方にね。しかし丸尾のパンチキレがありますね。怖いですねやっぱりね。右から左、そして右を返しました。丸尾でやります。背中が丸尾、向こう側が南。西条トレーナーです。
丸尾君というのはやっぱり僕元来サウスポーを見に来じゃないかなと思うんですよね。あ、なるほど、それをサウスポーに直してんじゃないかなという、サウスポーというより何ていうんですかね、やっぱり右の方にパッチがあるんじゃないかと思いますよ。第1ラウンドが終了いたしました。赤コーナーは競泳ジムの丸尾忠、4戦4勝 4KO 勝ち、 KO 率10割です。重いクラスになると2戦とか3戦でね、はい、この全日本に出てきてる選手もいるんですけど ね、 そうですね、このクラスで4戦というのは少ないですね。やっぱり決勝戦、東日本の決勝戦をその不戦勝したせいもあるんですけどね、はい、このキャリアの少ないということはちょっと気がかりですね。あ、なるほど、やっぱり一つ東日本で晴れ舞台を踏んでおいたのと分からないのでは違うと思いますよ。丸尾はとにかく2ラウンドまでしか経験したことがない。右のフックです、ね、右のフックです。後ろあたりちょっとそうですね、テンプルかなんかですね、頭の方を打ったような感じですね。後ろから大丈夫でしょうか。どうですか、目を見て。大丈夫ですよ。あ、そうですか、はい、立ち上がりました南。でも狙い、これチャンスですよね。そうですね、手数で落ちたら左の方です。左右の服を返した。右のストレート、右のアッパー、バランスを崩した。回り込み、南の方、ゴング KO 勝ち。2ラウンド KO 勝ち。原田さん、すごい右ロックですね、はい、いや素晴らしいですね、今のちょうどね、はい、いや強烈でした。5戦5勝 5KO ということになりましたが、芦澤さん、今は最初の右のフックでダウンしたときはそうでもなかったんですが、2発目は完璧でした ね、 やっぱり、まだ起き上がらないぐらいですからね、一発目はちょっと頭の方ですけどね、二発目は先端ですよね。そうですね、はい、パンチはちょっとジュニアバンタム級のパンチじゃないですね。あ、そうですか。本当上のクラスの重いパンチですね。ご覧ください、これです。なんかヘビー級の選手のその KO シーンを彷彿とさせますね。これもですね、非常にね、丸尾君の今右足が前に出てサウスポーの格好で打ってるんでしょ、はい、あれでパンチあるんですか、やっぱり相当あるんでしょうね。そうですか、はい、逆に左足が前に出て打つっていうのは分かるんですが、今右足前で、ね、右足ですからね、はい、やっぱり右が相当のパンチあるんでしょうね、はい、これは原田さん、しかしこの丸尾選手将来本当楽しみですね。楽しみですね、大いにこれからやっぱり精進して頑張ってもらいたいですよね、はい、ジュニアバンタム級の全日本新人王は競泳ジムの丸尾忠選手に決まりました。第29回全日本新人王王座決定戦、ジュニアフェザー級、小山米倉ジムの関根信春と黒潮ジムの尾崎文雄の対戦です。原田さん、はい、面白い対戦になりましたね。そうですね、両者やっぱりパンチもありますしね、はい、ただ僕ね、関根君のこの間の決勝戦もそうだったんですけど、東日本の、はい、ちょっとスタミナないんですよ ね、 あ、なるほどね、その点がちょっと心配だなと思うんですよね、はい、やはり尾崎君は向こうの最優秀選手ですか、非常に向こうでも勝ってますんでね、ちょっと怖い相手だなと思いますけども、はい、試合はやっぱり面白くなんじゃないですか。第1ラウンドの始まりであります。対照的な戦法を用いるんじゃないかと思うんですよね。あ、そうですか、うん、関根はがガンガン攻めていく、尾崎はそれを、かわしながらね、はい、ヒットすると、はい、そういう対照的なタイプの選手の、ぶつかり合いじゃないですかね。あ、なるほどね。どちらが先にやはりペースをつかむかってことでしょうね。そうですね、白いトランクスに赤いサイドラインが関根信春、そして黒いトランクスが尾崎文雄であります。芦澤さん、はい、先ほど原田さんから話がありました、西日本の最優秀選手ですよね。そうですね、西日本で、最も期待される人ですね、本人もね、はい、今日もまたぜひ最優秀を取りたいと意欲満々でしたけどね。あ、そうですか、これが尾崎です。この尾崎にね、世界チャンピオンの渡辺二郎がね、朝 の、 この食事の時にね、いきなりともかく一発ね、グローブの上からでも何でもいいから一発ね、ボーンと開始と同時にかませとアドバイスしてたんですけど、それ出なかったですね。あ、なるほどね出るかどうか、
注目してたんですけどね。尾崎は1月8日から7日間渡辺二郎と一緒にキャンプしたわけですね。そうですね、はい、その時に渡辺二郎から試合に臨む精神力と集中力を勉強したと話していました。うまいですね、今のボディの打ち方ね、はい、左のフックは相打ちです。ボディーブロー、左のボディーブロー、ボディーアッパーといった方がいいかもしれません。いい左ジャブですね、腰を相手は腰を落とすぐらいですからね。原田さん、はい、この尾崎は初めてご覧になるわけですか。そうですね。どういう印象をお持ちですか。僕ちょっとあの決勝戦の時にですね、行ってちょっと見ましたけど、非常にやっぱりあのクレバーな上手い選手ですね、スピードのある、はいはい、だからあの尾崎君もペースこれ合わせちゃいかんですね。このペースじゃなくて自分もウィービングしながらどんどん入っていったの方が入って、自分にもあのチャンスも生まれてくると思いますね。関根ですね、あ、ごめんなさい、関根君ですね、はい、相手を挑発するような、ちょっと挑発するような態度を見せました尾崎。はい、このペースですと尾崎のペースですからね。そうですね、まだ始まったばかりですが、関根の方があまり手が出ません。この打ち合い、相打ちであります。左のフック、左のボディブロー、さあ左右の連打です。関根、最後打ち合いで第1ラウンドが終了いたしました。赤コーナーは小山米倉ジムの関根信さん、7戦して7勝、7勝のうちに4つの KO 勝ち。青コーナーが黒潮ジムの尾崎文雄、こちらも同じく7戦して7勝、7勝のうち4つの KO 勝ちと、戦績は全く同じの両者です。第2ラウンドが開始のゴングが鳴りました。東西の若手の熱い戦いに後楽園ホール2500人のお客さんで満員であります。右を伸ばしました。軽く相手の顔面にヒットしております。関根、よく来ましたね。これは強烈ですね、はい、りました、ね、しかし立ち上がります。ちょっとフラフラしてますね。ガッツポーズを取ります。ライディングポーズを取ります。レフリーが止めました。強烈な、今のはフックですか。そうですね、左フックですね、やはり一発のパンチは関根君のがありますね、すごいパンチでした。ちょうど尾崎君が立った時ですね、しかし芦澤さん、はい、第1ラウンドは尾崎の方が試合をね、ペースをつかみかけたかと思ったんですかね、掴んだと 思いましたけどね、ただね、その途中でちょっと相手をね、まあ、なんていうんですか、挑発するようなあの態度を見せましたね、そういうところになんかちょっと、新人としてはね、好ましくないポーズだなと思ってましたよね。やっぱりもっとひたむきなあの態度で戦わないとね、やっぱりどこにね、あの落とし穴が待ってるか分かりませんよね。右のボディから最後左のフックですね。見事なナックアウトが関根選手、おめでとうございました。どうもありがとうございます。今ようやくマウスピース外しましたけどもね、だいぶ嬉しいんじゃないですか。そうですね、はい、あのカメラねここにありますからじっくり見てくださいね、はい、あの前評判はね尾崎選手の方が良かったんですけど、そうですね、もうかなりいい選手だって聞いてましたからね、はい、もうちょっときついんじゃないかなと思いましたけどね、はい、まあそれだけに燃えたんじゃないですか。そうですね、もう向こうの西の最優秀選手ですからね、はいはい、もうあのマガジンなんかの見てもね、向こう中心に書いてありますからね、はい、もう僕の方はちょっと勝ち目がないんじゃないかなってそんな感じで書いてあったんでね、いや倒してるぞという感じでね。そうですか、はいはい、手応えはどんな感じでした。まあ、顎にちょうど当たったんですよね、そんな強いパンチじゃなかったと思いますけどね、でも尾崎選手も実力ありますから今後のライバルになりそうですね。そうですね、1ラウンドはちょっと苦戦しましたね。やっぱり汗が出てこないとダメですね。そうですか余裕のあるインタビューでおめでとうございました。どうもフェザー級の全日本新人王王座決定戦です。赤コーナーが角海老ジムの若月柔道選手、そして青コーナーが大星ジムの金城富和選手です。
これから第2ラウンドです。芦澤さん、はい、若月のなんかこう小さなパンチ、これが目立った第1ラウンドでしたが、まあ彼はそういう具合にね、細かいパンチで、まあ別に KO せずともね、はい、大差で勝つという、あれじゃないですか。そうですね、別に KO は欲しくないと言ってましたよね、はいはい。でもこういう具合に、無欲でその小さいパンチ集めてるとね、自然に倒すケースがよくありますよね。そうですね。まあ、今回はナックアウトで勝とうと、そういう意欲を持ってもらいたいという話をしていましたが、まあ、前回の原田さん、東日本新人王戦ではもうはっきりとナックアウトを狙わないような試合でしたが、今日は意欲的ですね。今日はもう積極的に出てますね、さすが後楽園ホールは東日本の王座決定戦とは違うピーンと張り詰めたムードを持っておりまして、そのあたり計量の時にはかなり緊張、右ストレート、まともに食いました。立ち上がっています、若月立ち上がっています。原田さん、技術的には両足がピタッと揃った時でしたね。そうですね、ちょうど前一生懸命コツコツ出てますからね、はいはいはい、すごい金城君のいい、そして怖いですね、すごいストレートは。さあストレート、左右のストレートは金城、4センチの上背で差があります。あ、この落ち着きがここに来てどういう効果が出ますか。芦澤さん、はい、序盤戦やはり若月が打っていた時にですね、金城の冷静さが私不気味だったんですがね。あ、そうですね、まあ、今のパンチにしてもね、はい、狙ったパンチじゃないと思うんですけどね、まあ、しかし、打つ時には打つと、はい、無意識に出した手ですけど ね、そういうあれはいいですよね、右のストレート、あ、マウスピースが飛んだ、非常にね、あそこまで入ってますね、センスボールがですね、非常に自分と打たれるけどやっぱり当たるんですよね、はいはい、だからやはり金城君も手を出した方がいいですね。そうですか、右ストレート、手数では圧倒的に若月です。手元の時計ではあと45秒残っています。第2ラウンドの攻防、驚きました、金城がストレートでダウンを奪っています、このラウンド。しかし若月もよく盛り返してきました。ショートアッパー、原田さん、若月の手数はよく出すんですが、そうですね、でもね、もう少しボディを打ってもらいたいですね、ボディじゃなくてね、はい、ボディは自然にね、はい、足が止まってきますからね、スタミナを消耗しますからね、はい、非常に腹を打ってますと、今見て金城君のストレートが流れてきますからね、はいはい、激しい、これまた打ち合いのうち第2ラウンドを終了しております。さあ若月の足が揃ったところに金城のストレートが飛んできまして、見事金城がダウンを奪っていますが、技術的にはまだまだ若い両選手ですね。そうですね、技術的には、まあ、どっちとも言いませんけどね、はい、非常にでもよく手を出すこと、やっぱり手を出すことがいいことですね、ボクシングですからね、はいはい、あ、この右のストレートが当たりました。今の右ストレートですね、はい、ちょっとやっぱり打ち終わってちょっと息を出したところですね、両ガード下がったところですからね、第2ラウンドにダウンスイングがありました。大星ジムの金城富勝が若月の両足が揃ったところ、右のストレートが入りましてダウンを奪っています。しかしポイント的にはその後若月が手数を出しまして、どうやら放送席解説の原田さん、はい、ポイント的にはなんかこうイーブンになったような感じがするんですかね。そうですね、若月君はちょっとやっぱり手数の点でですね、はいはい、僕の採点はちょっといいんですよ。そうですか、はい、さあ試合は第5ラウンドです。若月にとりましては今日の試合、これが初めての6ラウンドを経験するんですが、右のフックです、連打攻撃、そしてサイドボディ、赤いトランクスが若月、ボディです、ボディの連打攻撃、右のボディアッパーを返しました金城です。174センチの金城、170センチの若月、4センチの差があります。ボディから顔面というなかなかのコンビネーションを金城久しぶりに見せました。若月がショート、この距離は原さん若月ですか。この距離は若月ですね、はい、
ただ時折ですね、あれが怖いんですよね。これですね、第2ラウンドもそうでした。時折ダッシュします。胸元にボール、あー、ヒロフク、ヒロフク、ライト、ライト、若月、ライト、ダウンだ、ダウンだ、第5ラウンドダウンです。第2ラウンドに続きまして2度目のダウンを奪われましたが、さあ立ち上がりましたが、かなり苦しそうな表情、レフリーが止めました。西日本の金城富一、原田さん、はい、時折あのダッシュ、そうですね、まあ打たしてるわけじゃないんですけど、はい、ちょっと出して疲れてきた時にですね、金城君の思い切った連打が功を奏しましたね、そうですね、それにしても芦澤さん、はい、まあ、私ども第2ラウンドに若月がダウンを奪われてですね、若月があのボディー攻撃、これがなかなかいいなと思ったんですがね、まあ、一度はね、逆転して、はい、細かい手数で逆転したんですけどね、それをまた再逆転されたという感じですね、はいはい、スローモーションが出ます。この右のストレートは、まあ、これは追い込みの体勢に入ってまして、いずれにいたしましても金城富一選手が数少ないチャンスを生かしたといいますか、そうですね、やはりあの勝ちの差は勝ちの差ですね、そうですね、はい、西日本代表が今日初めて、全日本新人王王座決定戦若月を破りまして勝利を収めました。さあこのカードは最も打ち合いになるのではないかと予想されるジュニアライト級の全日本新人王王座決定戦です。第1ラウンド終了まではこれから試合は第2ラウンドに入りますが、原田さん、はい、すごい寺本のいいパンチ出ましたね。そうですね、あのすごいスピードですね、はい、コンビネーション良かったですね、はい、これはスローモーションでご覧いただきました。これが寺本、そしてタイガー西上、第2ラウンドです。芦澤さん、予想としてはこれはもう両者ともガンガン前に出ますから、もうこれは KO 間違いないですね。そうですね、もう寺本もね言ってましたよ、はい、もう倒すか倒されるか、もうねそういう覚悟してるわけですよね。そうですか、右のフック、タイガー道上、もう勝、開き直ってるからね。そうですね、 5KO のその道上も怖くないって言ってましたけどね。ああ、そうですか、ですね、はい、やはり寺本君のパンチインサイドが入ってますからね、はい、そうですか、はい、タイガー道上陣営の佐々木会長の方も、今朝の計量の時にやや緊張気味でしたけれども、この後楽園ホール試合が近づくにつれまして、もう開き直っていい試合を見せると、そういう話をしていました。タイガー道上もおそらく心は同じでしょう。タイガー道上の方、原田さん、はい、ワイルドフックですが、あの大きなフック、スピードがちょっと落ちたんじゃないですか。さっきまでさ、1ラウンドのスピードはないですね。そうですね、はいはい、そこが心配ですが、さあ福岡大会の期待の新人寺本勇、まあ、この後あの三住会長の息子さんに当たります三住義隆が出るんですけどもね、こちらの方も素晴らしい選手だと伺っています。寺本君非常にうまいですね、相手をですね、はい、打たしておいてですね、隙を見ると本気でしてくれますからね。そうですか、あっと左のフック、あ、パンを取りました、カウント5、今のはさほど効いてない感じじゃないでしょうね。そうですか、はい、さあ、後のね、タイガー君の追い込みがね、そうですね、強いんですよ、はい、さあタイガー道上、先にダウンを、これはスマッシャーとまだないでしょうね、また。そうですね、奪いました。第1ラウンドは寺本の素晴らしいコンビネーションが出たんですが、ついに第2ラウンドダウンを奪いました。今のはちょこんと当てたその、タイミングのやつですからね、あんまり聞いてはいないと思います、ね、そうですね、だからまだまだ波乱の余地はありますね、はい、スピードはなかったとはいえ重いパンチです。タイガー西上ダッシュをかけます。左のフック、これは怖い、寺本がダウンを奪い返しました。芦澤さん、
予想通りの好試合になりましたね。左のフック、寺本、右から左、大きなフック、タイガー道上。珍しく睨み合ったところで第2ラウンドを終了しました。いや驚きました、原田さん、タウンの応酬があったわけなんですが、ね、やはり予想しただけであって、面白い試合を展開してますね。そうですね、第1ラウンドは原田さん最多が10対9で、はい、まあ、寺本のコンビネーションを見ましたね、はい、ゴングマニアですね、はい、で今はですね、両者1回ずつで、僕は10対10にしたんですよ、はい、第2ラウンド2タウンの応酬がありました、ジュニアライト級の王座決定戦、画面左がタイガー道上、そして右が寺本勇、東方ジムのタイガー道上と福岡帝拳の寺本。あ、放送席原さん採点では最終ラウンドにこれから向かうんですが、やはりポイント的には寺本のテクニックが勝っていますか。はい、そうですね、はい、最後ですからね、最後はこれ3分じゃないんですよ、はい、もう行かなきゃいかんない、自分で分かってんじゃないかと思いますよ。そうですね、東日本の新人王最優秀選手タイガー道上、もちろんこの最終ラウンド6ラウンドは初めてのラウンドです。大きいパンチです。どちらかというとこの寺本勇は、福岡大会のクリナトレーナーに言わせますと、まあ、原田さんほど、放送席の原田さんほど打診パワーはないけれどもタイプはファイティング原田さんなんだと、そういうことを言ってたんですが、逆に今日はタイガー道上の方がガンガン出てきますので、そういうところが出ませんね。そうですね、非常にでもね、ボクシーが上手いですね。上手いですか。で先ほど下田も言ったようにですね、はい、本当にボクシーが上手いですよ、はい、だから今あったらタイガー君のパンチを1発食っても2発3発食わないからね、と思ってるんですよね、はい、とにかく勘が良くて覚えが早いと、そう言っておりました木村チーフトレーナーです。だから相手によっては原田さんのような戦法を用いるのかもしれませんね。なるほどね。今日はだから、やっぱり相手がガンガン来る選手だから、はい、適当にあしらいながらと、そうですね、最もベストな戦い方じゃないですか。そうですね、寺本は3試合目に6ラウンドを経験しています。一方のタイガー道上の方は2ラウンド以降は今日が初めての経験です。大きな振ってら右、これは結構危ないですね。そうですね、タイガーラッシュが出るか、タイガー道上出るか、右、下がるより入った方がいいですよ ね。そうですね、寺本が下がります。突き上がる、左行く、ついた方がいいんですよね。さあタイガー道上のペースになるか、右のフック、あ、ショートボディ、ボディだ、これは効きました。あの後でボディ打てるのは上手いですね。上手いですね、してくれね、はい、とにかく私ども、東日本勢としましては、初めてこの西日本の寺本を見るわけですが、うまいボクシングです寺本。一方は力強いボクシングタイガー内上、最終ラウンドの攻防です。右のフック寺本、最終ラウンドも残り時間があと30秒です。左のジャブから右のフック寺本、おタイガーの原さん手が出なくなりましたか、ちょっとボディが効いてきてますね。ボディ効いてきました、はいはい、左のフック連打攻撃を寺本。さあ残りあと10秒です。あ、芦田さん、タイガーの手が出なくなりましたね。そうですね、もうやっぱりラウンドの全般にもう使い果たしちゃうんですね、はい、試合終了のゴングです。いやー、しかしとにかくこの全日本の新人王決定戦に来るお客様は2のお客様が多いんですが、すごい声援でした。原さん、本当にいい試合ですね、やはり間だけですね、はい、タイガー君打たれてるんですけど、やはりそれだけで今日の備えて練習に積んできたんでしょうね、もちろんそうだと思う。だからいい試合を両選手も ね、はい、やってくれたと思いますよ、はい、もう勝敗は別にやっぱり自分の力をフルに使い果たしたっていう感じですね。そうですね、さあ判定はやはり西日本代表の寺
寺本勲選手がコールされました。ジュニアフライト級は全日本新人王王座寺本勲に決定しました。第29回全日本新人王王座決定戦ライト級です。これから第4ラウンドに向かいますが、第3ラウンドあたりまで自分のペースをつかみかけてきております。日本は福岡経験の三住義孝。三住の方は第1ラウンドかなりこう力の入った大ぶりのパンチを出していましたが、誰が完全に沖田に呼ばれてきたようです。まあ、その他も多少の癖になってますね。そうですね、もう完全にですね、沖田君のペースですね。三住君の1回目のラウンドの最初はいいんですけどね、ここですね。顔面、そして右を返しました。ストレート角エビジムに今の右のフック、そしてショートアッパー三住の攻撃、これは注意した。お、パンチを食いました。起きた。もともと三住はフックよりも右のストレートに威力を持った、そのキレを持った選手だと聞いております。ピラのジャブです。ライト級の全日本新人王王座決定戦第4ラウンドの攻防です。左のジャブ当たります。左右の連打、右の服、左をフォローした、追い込む。しかしここは原さん、不用意に追い込むと三住も右の服持ってますからね。目の当たりも切りましたか。顔面が赤くなっています三住義孝。でも、もう三住君のあれですね、大きな感じになりましたね。そうですね、まあ、そこで、まあ、沖田らしい動きがこのリング上見られるんですが、欲を言えば、これからの体が詰めるんですね、それを覚えてくれないと。そうですね、スウェーで避けます。大きな三住の左のフック、ダブルジャンプ、トリプル、4発フットワークを使います。余裕を持ちました。沖田英二、埼玉県出身の今年19歳ですから、まだまだ体が出来上がっていない選手です。沖田リングサイドから原さん、助けという声が出てますけれども、やはり全日本の新人王に来るお客さんというのはよく知っていらっしゃいますからね。吉澤さん、これ三住苦しそうですね。そうですね、鼻血出してますね。顔面真っ赤で苦しそうな三住義孝ですが、第4ラウンドを終了しました。第4ラウンドについに三住がダウンを奪われました。もう完全にここまでで原田さん、沖田がペースをもうものにしましたね。そうですね、もうこの上よく言いますと、沖田が倒してくれないとこんな、ダメですね。そうですね、もちろんそのあたりは門上ジムの高見チーフトレーナー、あるいは佐藤トレーナーから、本当に耳にタコができるほど言われた沖田英二、今日は倒せよ、この言葉。三住がジャブを使います。うまいステップワーク、沖田英二、目を切りましたね。まぶたのあたりを切っています。左目切りましたね。沖田選手の切りましたね、沖田選手のあそこはフル傷なんですよね。確か3試合目ですかね、一度切っています。
第5ラウンドの攻防です。第4ラウンドにダウンシーンがありました。第5ラウンド左のジャブです。芦澤さん、はい、沖田がいいボクシングを展開していただけに、まあ、この怪我大丈夫ですかね。見たところそれほど深いようには見えません、ね、そうですが、まあ、まだこのためにペースが変わるとも考えられませんね、はい、あの後半で負傷で、すごくなった場合には、はい、ポイントの多い方ですね。ポイントの多い方ですね、はいはい、前半の場合は、負けた負傷した方が分かりますけどね、はいはい、まだ今日は4戦目の沖田英二ですから、まあ、あの出血を見て自分がこう緊張しなければいいんですね。このパンチは決まった。ショートです。小さく打ったパンチ、棒立ちになりました。三角チャンスですね。ここからの何度も言うようですが原さん詰めですね、はい、そうですね、はい、もうペカルですよ、棒立ちになった。危ないとレフリーが、もうこれは試合を止めました。レフリーの熊崎が止めました。さあ一連の攻撃の中で原田さん、はい、ボディにも入ってましたし、そうですね、もうその前から疲れてくるのってですね、はいはい、そうですね、聞いてましたね、はい、まあ、三角選手も福岡大県の三角会長の息子さんで、4戦して4勝と負けを知らなかったんですが、ただ一つ、まあ、やはり福岡で相手がいなかったというところが心配なんだと、そういう話をしていましたが、まあ、そんな感じに芦田さんなりましたかね。そうですね、しかし先ほどの寺本君ですか、あんな素晴らしい選手もいるんだからね、はい、スパーリングやればいい練習になると思うんですけどね。そうですね、見事ナックアウトでほっとした表情沖田英二。そうですね、初のナックアウト勝ち、これはもう門谷美チームの高見トレーナー、佐藤トレーナー、そして会長から再三言われた、それを実行いたしました沖田英二です。試合を振り返って原田さん、はい、やはりその前の攻撃あたりからやはりあの三角吉高の、まあ、リングサイドからガスケツという声がありましたけれども、練習ですね、やはりトレーニングですよ。そうですね、最多級は門谷美チームの沖田英二選手が見事全日本の新人王に輝いた一戦でございました。ジュニアウェルター級決勝6回戦を行います。赤コーナー140パウンド級です。東日本期待の宏栄工業小田原田畑信之、そして西日本は沖縄ジムの宮城誠吉です。芦澤さん、はい、東日本では、ま、相手が棄権いたしまして試合がなかったんですが、この選手は宮城なんですが、赤コーナーから出る白いトランクスの田畑、はい、期待の新人ですね。そうですね、まあ東と東の方では1、はい、2を争う好選手です。そうですね、第1ラウンドから激しい攻撃に出ました。真っ白いトランクスをつけました田畑の信之。宮城君負けてないですよね、はい、しかしそうですね、はい、ちょっと下をついた。これはスリップか。スリップです。分けるレフリーは風間。右のアッパーを突き上げました田畑信之。ブルーのトランクスが宮城誠吉。左から右ワンツースリーといきました。大振りですが宮城も原田さんなかなか力強いパンチですか。力強いでしょ、負けてませんね、ウィーリングで
相手のパンチをかわしました田畑。このあたりも新人ながらなかなかうまいボクシングを展開する田畑ですが、しかしボクシングで勝りますからね。そうですね、はいはい、182センチの田畑に対して168センチの宮野、この上背の差はどうでしょうかね、原さん。ね、宮城君としてはですね、はい、今入っていってますから、すごいパンチです。膝をついていますが、カウント8、立ち上がりました。ファイティングポーズを取るか。さあ、田畑がボディへストレートアッパー。左連打攻撃。ダメですね。あ、パンチの雨あられ。アッパーだ。防戦一方だ。宮城危ない。もう今立ち上がっていますけども、これは原さんもう、はい、もう終わりですね、無理ですね。はい、はい、はい、貴重という面に引き上げていった宮城ですが、安田さん、はい、まだやれるという表情だったんですが、あれはまあしょうがありませんかね。うん、まあ非常に気の強い選手ですね、この宮城というのはね。そうですね、1ラウンド KO です。原さん、汗かいてませんね、まだ。そうですね、まあいろいろ田畑選手については取材をしてありまして、まあ、かつて暴走族だったとか、お父さんお母さんを泣かせたとか、そして今は更生して、更生ボクシング一筋と、まあ、そんな感じで、まあ、新聞をご覧になった方はお分かりだと思うんですけども、橋田さん、いろんなエピソードのある選手なんですね。そうですね、話題豊富な選手ですね。そうですね、楽しみですよ。はい、田畑信行選手です。おめでとうございます。どうもありがとうございます。すごい声援でしたね。どうも皆さんありがとうございました。これで8戦8勝 8KO、 どうしてそんな KO できるんですか。いや、のパンチが当たるからなんか。しかしね、本当に強いですね。1ラウンド今日 KO は狙ってたんですか。いや、狙ってないけど運が良かったんですね。やっぱりアッパーが当たってくれたから、まあ、練習の成果、アッパーばっかり練習してたので。アッパーばっかり。相手の選手はどういう印象を持ちました。そんなに最初はガンガン来ないで足使って回るかなと思ったんだけど、予想とはちょっと外れたけどね。まあいいパンチ当たったので満足です。あんまり汗もかいてませんよ。いつもですよ。東明はこの全日本の、ね、新人王が目標と言ってましたけど、さあ全日本の新人王になりました。これからも日本タイトル取って世界狙いたいと思います。世界を頑張ってください。おめでとうございました。田畑信行選手でした。田畑さん、はい、田畑選手が初めて世界を狙うという言葉を言いましたね。頼もしいですね、頼もしいですね。やっぱりそういう大きな目的が、ね、あればこそやっぱり頑張れるんですからね。はい、公営工業小田原、田畑信行選手、今年19歳、期待の新人、期待通り見事ワンラウンド KO 勝ち、全日本の新人王に決定いたしました。